どうもお疲れ様です。今回はですね、今まで私が、塾生さんからね、困ったよって言ってね、ご相談いただいて、それに対して回答した内容が、具体的に役に立ったよっていうことをね、3点ちょっとお知らせしようと思います。この3点っていうのは、久しぶりにこれね話題に出すんですけども、多分ここ半年とか1年で YouTube を始められた方には役に立つんじゃないかなと思うんですね。ですんで今回は3つこの動画を通じてお知らせしたいと思います。まず1つ目の YouTuber さんは、 YouTube で発信していてね、チャンネル登録者さんが100人から200人ぐらい、それを超えたあたりで、よく悪意のあるコメントとか自分の考えとは違った、そんなコメントが届くようになって、ちょっとコメント欄を見るのがね、ちょっと億劫になってきたと、なんだったら怖くなってきたっていうね、方が何名かいらっしゃって、でコメント欄を閉鎖しようかどうしようか、それともコメントっていうのはしっかり読んだ方がいいのか、でも応援してくださる方のコメントも一緒に読まなくなっちゃったり、コメント欄を閉じたら書けなくなっちゃったりとかして、コミュニケーションをしようと思って YouTube を始めたのに、コミュニケーションができなくなっちゃうってね、そんなパラドックスが起きるんで、どうしましょうかっていうことでした。そんな似たような依頼が結構続いたんでね、何年か前に私はこのように回答しました。ではこうしましょうと、企画を立てますと、 YouTube の動画を出してなんか自分の考えにそぐわない、もしくはアンチ的なコメントがついた場合は、そのコメントを私に送ってくださいと、そのコメントに対して私が動画を撮りますと、私の切り返し方を参考にしていただければ、悪いコメントが来れば来るほど、あ、久保さんに納品しようっていう感じで面白くなってくるんじゃないかなってことで解決したってことがあります。なんだったらベスト悪意あるコメント賞みたいなのを作ってね、そこには賞金1万円っていう企画もやったことがあるんですけども、なかなかこうやったら面白いでしょ。悪いコメントが来るのが楽しみになるみたいなね。だからといって悪意あるコメントが書かれるような動画を作っちゃダメですよっていうふうなね、その辺のモラルはちょっとねお願いしたんですけどね、こういった形で動画を作った時に、なんか嫌なコメントが入ってきた時にね、その嫌なコメントで心が潰されるんじゃなくて、あ、これか、これを久保さんに納品したらどんな動画を作って、それに対してどんな反応があるのかなっていうふうに、興味を持ってね、私の方にそのコメントを送っていただければと思うんですよ。その際はスクリーンショットを撮るなり、こんなコメントが書いてましたっていうか、タイピングしたりとかね、やっていただくんですけども、そうなるとコメントが自分に届いたっていうよりも久保哲郎に向けてのコメントなんだっていう風なね気持ちで見ることができるんで、より冷静に対処できるのかなっていうところでございます。こういう風にね、自分の意にそぐわないコメントが入った場合、おそらく私の方が数十倍数百倍そういった嫌なコメントを受け取ってますんで、任せてください。もっと言うとね、もうちょっと賢いアンチコメント書けるやつはいないのかなと。大体アンチコメントってね、同じパターンに なってくるんですよ。大体ね20通りぐらいに収まっちゃうんですよ。なんか新しいアイデアのある書き込みないのかなと。お前んちに勝ち込み行ってやるぜぐらいのものがね、限界だったんですよね。なんだかもうちょっとね、私の感情をね、逆なでするようなコメントって書けないものかなと思っちゃってね。やっぱアンチコメント書く人の知恵もそこまでだなというふうに私は思ってるところでございます。はい。で、二つ目なんですけども、二つ目ね。YouTube 動画を投稿してコンテンツ販売をしてるんだけども、いまいち商品が売れないんですと。売れないことはないんだけども、でもほとんど売れてませんって方に対して、私がこういうふうに提案しました。逆にお金をくれるなら私は何かをしますんで、それを依頼してくださいっていうふうな動画を撮ってみたらどうかってことなんですよ。つまり自分はこんな商品やサービスが提供できます、それについてはいくらくださいっていうふうに、こちらからね商品や価格を突き出すんではなくて、逆に何だったらお金くれるっていうふうな問い合わせをするんですよ。その中で面白かったのが、1000円やるからコーラの一気飲みをしてくれと、10秒以内に成功したら1000円振り込むよっていうのがありました。成功しなかったんですけどねこれは分かりやすいですよね。成功してたら本当に1000円振り込んでくれてたのかなと思いますけども、そういうふうにコメントを受けてみることかなと思います。あとはね、江頭4時50分 ?2 時50分江頭さん出るでしょ、なんか忘れましたけども。江頭2時50分か。江頭さんの、タイツで上半身裸って格好があるじゃないですか。あの格好で、外に出て、100メートル走ったら、1000円あげるよみたいなのあったらしいんですよ。しなかったらしいですね、これもね。タイツがないよみたいなね。さすがにタイツ買ったら1000円もらっても足が出るよみたいな感じだったと思いますけども。でもこれもいいと思いますよ。要するに、視聴者さんがね、これはできないだろうみたいな、ちょっとね、冗談めかした依頼を出して、それについて、
1000円もらって実際にそれをやることによって視聴者さんも喜ぶし、依頼者さんもお金を払って楽しむ、自分のデザインした番組がディレクターなのにね見れますしって感じで、みんな良くなると思うんですよ。その中で受けられない依頼はすいませんこれはできませんでいいと思うんですよ、うん、でもどんな動画を楽しみにしてるのかっていうニーズは測りますよね、うん、あ、こういうのもありました。なんかその激辛の焼きそばって流行った時があったでしょ、あのペヤングかなんかのなんかファイナルなんとかとかね、あのむちゃくちゃ辛い地獄辛みたいなやつ、あの辛い焼きそばにからしを入れてで七味唐辛子を振りまいてそれを3分以内に食べろみたいな依頼もありましたね。これは私のね弟子がねやってくれて、1回目は全然ダメで一口食べたらボコってなって放送事故になっちゃったんですよでもなんかそれから練習したんですよね。悔しいからリベンジするためにもう依頼とかなんとかじゃないと自分への挑戦だっつってむちゃくちゃ辛いやつを1分以内に食べることに成功したんですよ。まあそういったあの安原っていうねやつがいましたね。こいつはね速化事故7回も波紋になってるやつなんですけどもね、波紋にされるために戻ってくるようなねそんなすごいやつですけども、激辛焼きそばを食べてまあ、視聴者さんのね依頼に応えたっていうのがありますね、うん、まあこんな形ですよね、うん、なんかアイデアの一つになれば幸いでございます。はい、じゃあ今回はそんなところにしておきましょうか。2つだったかな、うん、まあいいや2つで。はい、じゃあいってらっしゃい。